い、どうもバーチャルゲーマーキズナアイです。デスストランディングをやっていくんですけど、受注ポストを作るには建設装置が必要だ。はんはん、手持ちの建設装置がないときは忘れずにそれを作成してから持って行ってくれ。はい、これで作成して建設装備レベル1、これだよね多分。これで背負う。めっちゃ悪くない？出勤。依頼が受注されました。受注されました。で、これからですね、西へ向かいます。西の K2 西配送センターっていうところに行きます。サム、建設装置は準備できたか？で、あそこに設置するのかな。建設予定地へ向かってほしい。ほい。建設予定地の場所は地図とコンパスで確認できる。あれだよね、多分ね。え、違う、ちょっと待って。遠いんだけど。ポスト建設して西配送エリアに行って、おっぶねー。案外そんな遠くもないかも。これ降るさ、時間とかって決まってるのかな。よし、サム。はい、サム、こちらサム。建設予定地に着いたか。着きましたよ。では建設装置を装備してくれ。大丈夫。建設予定地にポストを建設するんだ。これでこう。おお、すごい、ポスト立てれたよ。しゃ、エース、やった。これでよくやった、サム。よくやったっしょ。ポストの建設に成功。そうなの、あ、無視してた、ごめんね。ポストのメニューでシェアボックスを選ぶと、他の配達人に荷物を渡すことができる。了。ここにはしごやロープを入れておけば、他の配達人の助けになる。もし手持ちに余裕があるなら入れておいてくれ。なんかあれかな、ちょっと出会うこととかはないけど、こういう感じで、まあ、実質協力プレイみたいなことはできるみたいな感じかな。そう、最近ね、プロデュースジャパン101ジャパンかな、なんかね、そういうやつ見てるんだけど、韓国の、なんかもともとは韓国のオーディション番組で、なんか日本でも同じオーディション番組をやって、こう世界に羽ばたく、お、ボーイズアイドルグループを作るってやつなんだけど、どっちかって言うとやっぱ男性グループより女性グループの方が好きなんだけど、やっぱ見てるとさ、これは男性グループだけどちょっと押しちゃいそうだなとかあるし、なんて言うんだろう、初めに顔とかで見るとなんか別になんとも思わないなみたいな子とかが。え、なになに、え、サム、気をつけろ。荷物を探知されたな。え、その場所に留まっていては危ない。逃げるんだ。逃げる。連中に追いつかれる。やばいやばいやばい。早く目的地へ向かうんだ。え、向かいたいが、しかし、え、やばいよやばいよ。ミュールのテリトリーにはむやみに近づくな。やばいよ。今は配送を優先するんだ。ほいよ。ことは遠回りしていけってことかな。やばい。あー、ゴリゴリ基地だった。これゴリゴリあの方たちの基地だよ。やばくない？ちょっと待って、やばいよ。やばい。やばい、やばい、やばい、ごめんね、ごめんね、ごめんね。なになになに？え、なに？死んだの？え？なに？なに？
死んだ？え？死んではない。ミューに遭遇したようだな。トキブのせいで逃げていった。何？ミューも BTA の恐怖には勝てない。よかった。荷物いっぱい落としちゃった。ごめんね。焦って無理させちゃった。あ、そう、なんか、あんまり興味なかった子とかも、なんだろう、推しカメラっていうのがあったりするの。なんか推しカメラでね、なんかその一人の男の子、全部で101人いるんだけど、一人の男の子だけがピックアップされるさ、こう動画があって、でそれってみんな踊ってる曲一緒なんだけど、やっぱり全然こう個性が違うし、でその今西くんっていう子がいるんだけど、なんかあのね、表現力とかが群を抜いて素敵で、なんて言うんだろう、飽きないんだよね。なんか他の人とかは割となんか途中でいいやって、なんかあーこんな感じ、あ素敵ですねーみたいな感じでなんか閉じちゃうんだけど、今西くんはなんか全然なんかお顔がタイプとか、そんななんか特別なものが、なんだろう、私の中で初めからあったわけじゃないんだけど、もうその表現力だったり見せ方でもうずっと見てられちゃうの。そういうのってすごいなって思って、やっぱ表情とかね、なんか一個なんかするにも大事なんだなとちょっと思いましたよ。でね、そのなんかアイドルの子たちとか、その練習生の子たちは12月の、まあ、最終なんだ投票みたいなので誰がデビューするか、最初の101人から11人絞られて決まっていくわけなんですけども、なんかやっぱりオーディション番組とか好きだなと思って、なんかやっぱ頑張ってるのとかなんか見るのが好き。なんかさ、こうアイドルとか芸能人の人とかってさ、みんな出してるところはキラキラがいっぱいなんだけど、でも絶対さ、なんかいろんなことをこらえたり頑張ったりとかさ、なんか涙流したりとかして頑張ってるわけじゃないですか。なんですか、何、やばいやばいやばい、息止める、何、やばいやつじゃね、これ多分。え、そういうことではない、私が焦りすぎた、そういうことじゃなかったっぽい。なんか今ドクーンってなったからびっくりしちゃった。ほら、なにこれ、なになに、ほら来たよ、やばいね、息止めて、息止めて、いやー、どこ？え、どれ？前？あ、あれか。見えたね、影。見えたよね、あっちの上の方に。全損ですよ。すいません、上手に運べなくて。やば、ああ、やばい。ガチめにやばい。やばいよ、やばいやばい、やばいやばい。やめてやめてやめて。やだ、やだ、やだ、やだ。いや。
頑張った頑張ったよ、まだダメだ、やばいよ、誰か助けて、一人はやだ、危な、ちょっと待って、まだいるんでしょ、だってやばいよ、ほらもうやばいから、本当にちょっと待って、目的地確認、ちょっとずれちゃってんじゃんよ、やっばーばば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 、逃げる逃げる、あー逃げれない逃げれないですね、うへーもうやだ、仲良くして、仲良くしましょうよ、嫌ですよ、こっちに荷物運んでおりますんで、走ろ走ろ、走ってちょっと走ってちょっと走っていきたのよ、こっちだよね多分ね、え、見つかった時はさ、なんかあのドゥンドゥンみたいな時はどうすりゃいいの、もうやだー、さあね、最近悲しかったことといたしましては、何喋らせて、やばい、サム、どうした、わからない、 BB が動かないんだ、え、大丈夫、大丈夫、大丈夫だって、機能は停止するが修復は可能だ、なるほど、配送センターの設備でメンテができる、この先の配送センターへ急いでくれ、了、あれあれでいいのかな、あれっぽい、あ、よかった、雨止んでくれても本当死ぬとこだった、あ、もうちょっとね対策考えないといけないね、あったよ、月ちゃん待っててね、スキャンを開始します、ブリッジズ ID を確認します、 ID 認証クリア、武器の使用が制限された、うん、ってことはさ、なんか盗賊みたいなのを襲われたら、ここ来たらみんな武器使えないみたいなことはないのかな、ないか、そんな優しくないか、スーツに付着したカイラル物質を洗浄、休憩をおすすめします、休憩したいです、赤ちゃんなんとかしたいですね、あそこでまずは荷物を預けて、あー、オールエースがなくなってしまいそう、だってなんか完全に破損してたもんね、これでどうすか、破損したのってレアメタルケースじゃないやつ、んレアメタル素材じゃないやつか、はい、サムブリッジズ第二次遠征隊だろ、イエスター、たった一人でカイラル通信をつないで荷物まで運んでくれる、泣けちゃうでしょ、早速荷物を見させてもらう、いいよ、みんなよく運んでくれたなありがとう、いいえ、あんたは BT の座礁地帯をくぐり抜けてきたんだ、そうなのもうね、やばかった、配達人って噂は本当だ、褒められちゃった、すごい劣化率少ない、思ったより、ルートはね、なかなかちょっと無駄なことをいっぱいしたんで、これね、一回ぐらいちょっと最短ルートで行きたいよね、2倍ですよ、2倍、難しいね、お、親密度いい感じでは、数量、おお、他はまだまだということで、バランス悪いな、やっぱ綺麗なさ、なんかカクカクしたやつ綺麗な五角形六角形にしたよね、はーい、接続します、綺麗だね、あとね、赤ちゃんも
キちゃんもなんとかしたいんだけど。ニコちゃんマーク何？カイラル通信がつながった。お、持ってきてくれた素材とカイラルプリンターがあれば遠隔地のものもここで生成できる。あ、やってすごいじゃん。つまり配達人の苦労も減るわけだ。なるほどね。頑張って西までつないでくれ。了。よし、カイラル通信がつながった。せやで。サム、地下にあるプライベートルームに行ってくれ。 BB をインキュベーターにつなごう。インキュベーターっていうの、保育器。お疲れ様でした。え、インキュベーターって保育器なの？窓マギのインキュベーターも保育器みたいな意味なの？キューベーは保育器だった。休みます。デッドマン、聞いてるか？どうしたらいい？いいか、サム。ポットを取り外してインキュベーターにつなぐんだ。ほら、インキュベーター。僕と契約して魔法少女になってようよ。月ちゃんは魔法少女になってしまう？つないだ。治るかな？よし。一時的なストレス状態。あ、そっかそっか。母親の子宮に戻してやればもう大丈夫。え、母親？母親はキャピタルノットの集中治療室にいる。脳死状態でな。ステルマザー。そうだ。ビビーはステルマザーの子宮の中で死の世界とつながっている。そして君もビビーを介してその母親とつながっているからこそ、お母さん感じ取れる。あ、だからさ、あれ、あのなんか過去の映像みたいな時にお母さん寝てたのかな。ビビーには常にスティルマザーの子宮内にいると思わせる必要があるんだよ。なるほど。と言っても長い時間騙し続けることはできない。だからカイラル通信を使って最新のスティルマザーの環境データと定期的に同期する必要がある。ふーん、見ろ。キャピタルノットシティで眠っているスティルマザーの子宮内環境データとは BB がリンクして、うん、ポッド内環境を最新状態に更新している。なるほど。なんかすごそう。こうやってスティルマザーの子宮に戻してやればこいつのストレスは一時的に収まる。目開けたりとかさ、母親のお腹にいるべきだ。バブバブしてるってことはさ、あ、でもそれがどういうことか分かってないのか。この環境が子宮だよっていうことが分かればいいもんなのかな。今後はこんなに早く自家中毒は起こせないだろう。赤ちゃん目線だ。だが BB はあくまでも装備品でしかない。あまり入れ込むんじゃないぞ。装備品なの？物理的にスティルマザーの子宮から離されている。そのせいで BB という装備はとても不安定で非常に危険なんだ。危険なんだ。対応期間も1年以上持った実例はない。てか成長しないのかな。この遠征が終わるまで持ってくれるかどうか。だって赤ちゃんじゃん、子宮の中にいるっていうじゃん。 BB を助ける方法はないのか。成長しないのかね。今のところ BB についてはほとんど解明されていないのが現状だ。へえ。カイラル通信がつながって過去の資料が復元されれば何か分かるようになる。なるほどなるほど。ああ、そうだ。じゃあそのためにも復元していかないといけないですね。BB が反応した件についてだが、ハートマンにも相談した。もうじき検証結果が出るだろう。とにかくあんたも休め。あんたも BB も疲労が溜まってる。お休みさま。おやすみ。
丸の色も虹色だよね。ねんね。スピッポー。あ。なんかこの選曲にも意味あるのかな。私が見える。見える。そっちはどうなんだ。出ることはできないけど、見張りもいないし、縛られてもいない。うん。カイラル通信がここまでつながってくれたら東に戻れるわ。あなたさえ来てくれたら戻れるの。頑張りますね。ありがとう。嬉しかった。もう猶予がないの。うん。都市では少しずつ人の数が減ってきている。子供も生まれなくなってきている。人は孤立する生き物じゃない。寄り添ってお互いを補う生き物だから、この国を生き返らせてみんながもう一度つながらないと。うん。そうね、ブリジットが言っていた、絶滅だって。だがアメリカを再建しても奴らはいなくならない。まあ、そうだよね。絶滅は避けられない。奴らがいる限り。 BT が全然よく分かってない。サム、待ってるわ。あれだね、サムの育ての親とアメリちゃんだっけ、ミアリちゃんだっけ、アメリちゃんのお母さんが一緒ってことは兄弟みたいなもんだもんね。私を助けて。あとさ、サムの手に書いてるところは何？単純にタトゥー？あ？サム、私だ。ハートマンだ。起きたばかりだから君もさっぱりしたいだ。あ、寝てたの？どうだ、シャワーを浴びておかないか。浴びます。君にとってもいいことがあるし、実は私も見たいものがある。見たいもの？体？さては、体目的だな。違う？見たいものってなんだ？これやっぱ体じゃない？やったー！ハートマンだ。デッドマンから話を聞いた。BT の研究は私の管轄なんだ。うん。その排水は研究用に採取する。ドゥームスの分泌物が BT へ与える影響を調べるんだ。おー。他のドゥームスは調べたのか？ブリッジーズはみんな調べたよ。私やママも今のところ顕著な結果は出ていない。へえ。だが君はドゥームスで機関車という稀に見る資質の持ち主だ。うん、ダブルパンチ、ダブルパンチ、ダブル希望なんだ。分泌物、老廃物、カイラルロードチェック、ストックします。ストックされます。抽出したサンプルは君の装備にも入れておく。え、なぜ？機会があったら BT に対して使ってみてくれないか。どう？え？奴らの反応が心配。やだ、なんか群がってきたりとかバーッてバッとカーンみたいな。君の役に立つはずだ。BT がドゥームスの体液に対して何らかの反応を示したという。あ、逆にこうぶん投げてあっちだよみたいなね。それらの記録が一つになれば多くの謎が解明されるだろう。デス・ストランディングのことはもちろん、君のその特殊な体質や我々ドゥームスのことも、うん、人類を救うことだってできるかもしれない。サム、私はアメリカの再建など興味はない。失われた過去を復元したいんだ。うん、過去復元してもね、それはそれでしょうがない気がするんですけどね。繋いでも何もなかったらどうする？どうするんだ？
無視ずっこ。ずるいね。メル休憩中にすまないが、君に伝えておきたいことがある。すまないさん、それを癒してくれるはずだ。君が配送した相手から君宛にメールが届いているんだ。メールは依頼人や受け取り人と君を結ぶ貴重な情報が得られることもあるだろう。届いたメールは手錠端末かプライベートルームの端末で確認してくれ。了。おっと、それからもう一つ。もう一つ？帰られた通信は我々を過去の記録ともつなげてくれる。みんな過去好きだね、未来より。この大陸の各地で失われ断片化したデータが統合されて再び意味をなすようになる。うん。本部ではアーカイブの再構築が始まっている。カイラル通信接続エリアの拡大に伴って過去の記録やデータも順次復旧していくはずだ。第一次遠征隊が本部に送っていた記録はセントラルノットシティの消滅とともに失われてしまった。その当時の記録や証言も復活し始めている。こちらもプライベートルームの端末あるいは手錠端末でアーカイブを開いて確認してくれ。はい。復旧した記録が読めるはずだ。あ、メール。レアメタル素材を届けてくれてありがとう。いえん？外に放置してあるバイクだがバッテリーが切れている。充電しないとそのままでは使えないんだ。充電さえできれば自動充電機能も復活すると思うんだが。なるほど、使えるのね、バイク。どうにかこうにかすれば。なぜこんなことになったのか聞いてくれ。素材には様々な種類があって、産出確保できる場所もいろいろだ。だから各施設で、なんだっけこれ、融通ってしゃってる。うん、そうなんだ。必要なところに必要なものを行き渡らせる配送が大事なんだ。あんたたち配達人がこの世界で一番重要なんだよ。なんかかっこいい。やった。なるほどね。そんなこんなでここは素材不足だった。でもあんたのおかげでそれも解消される。頼んだよサム。もうなんかちょっと気持ちがいいですね。何もかもあんたのおかげだ。へっへー。俺たちの中継ステーションは見違えるほど明るくなったんだ。この運営に携わって3年、元気だった俺たちも最近は孤独と寂しさで沈みがちだった。最初のうちは配達人のために看板を立てたりしていたが、だんだん外が怖くなって。いやそうだよね、あんな外ね。みんな塞ぎ込んで口も聞かなかった。でもそこへあんたが来てくれた。てっちゃれーん。持ってきてくれたオキシトシンをみんなで服用したら気分も晴れた。よかった。でもそのせいだけじゃない。さもあんたがアメリカをつないでくれることを知ったおかげだ。俺たちもまた頑張れる。いいねこれ。これまでは無理だった配送も再開できると思うよ。だがまだ外は怖いよね。ミュールね、地味に嫌だよね。 BT の恐怖はオキシトシンだけど克服できないし、なんかね、オキシトシンがなくてもちゃんとなんか楽しい世界にしたいですね。頑張ります。 Thank you。 あ、なんか書いてる文章。時雨については気になるね。なぜ物や生物の時間を進めるのか。触れた後ただの水に変化するのはなぜか。あ、なるほどね。だから別に何ていうの、湖とか川に入っても平気なんだ。時雨は物質や生物の時間を奪うのだと解釈する研究者もいる。時雨は私たちの時間感覚を混乱させる。だがこれはネガティブな現象じゃないかもしれない。人類は死や死後の世界を想像する生き物だ。未来のことを考えるという時間感覚によって人類は進化した。時雨によって人類は新しい時間感覚を得る可能性だってある。さらに進化するきっかけになるかもしれない。デスストランディングはただの脅威じゃないかもしれない。そうだよ、ノットシティに閉じこもっている場合じゃないだろう。出発が楽しみで仕方ないよ。なるほど、いろいろ気になることが山積みだね。あ、いいねくれたよ。なんかよし、じゃあ行くか。配送センターのスタッフから非常事態の報告だ。準備したら上の配送端末で依頼を確認してくれ。りょ、どうしよう。レッドブル飲む？翼を授ける。違うわ、レッドブルじゃないわ、これモンスターでしたよ。
よしよし。よっぽど好きなのかな、これ。もう一滴も残さないぞ、ウェイみたいなね。よし。あ、でも、ブースト最大25だからまだ飲めるね。なんだかなんだか、よし。これでいいんじゃなかろうか。キちゃん大丈夫かな。あ、大丈夫。ん、またこれじゃ約束と違う。あなたは BB だけなら助けられるかもしれないと言った。まだ帰ってない。もう少し時間が必要なの。私を信じて、最善は尽くしている。この声さ、仮面をかぶったあなたをこれ以上信じられない。アメリちゃんじゃない、アメリちゃんだっけ、今の大統領じゃない。アメリちゃん騙そうとしたりはしてない。あ、依頼を受注せよ、受注します。サム、はい。今のところ BB の調子はどうだ。いい感じ。ああ、一つ聞いていいか。どうした。 BB をつなぐとき何かが見えるんだ。うん、見える。どんなものが。あ、誰かがこっちを見て呼んでる。知らない顔だ。それにどこかの部屋、誰かが会話をしているようだが脈絡がない。うん、だから言っただろう、やはり BB の記憶が。あ、じゃあ月ちゃんの記憶なんだね。それがあんたに幻覚を見せている。うん、いいか、 BB は28週間前後でステルマザーから摘出され、そのまま BB ポッド内に移される。うんうん、生命として誕生する前にな。その段階で成長が止まる。あ、止まるんだ。だがこの時点で視覚や聴覚などの五感はほぼ形成されているんだ。BB が受容していた刺激や情報が体感した記憶となってあんたの神経系に逆流したと考えられる。うん、じゃああの男は誰なんだ。さあな、医療スタッフか製造時の関係者かもしれん。パパって言ってたよね。それは装備として何度も使われている。あ、多くの人間に接触しているから特定は難しいだろう。パパだよね、パパ。何もわからないのか。BB は以前研究されていたらしい。だが長い間封印されていた。BB の中身はブラックボックスだ。原理も分からず使っているというわけなんだ。すごいことするね。俺なりに研究をしているんだが、何せ過去の記録もほとんどない。でも使わないとね、危ないんだもんね。 BB ね、 BB のこと察知できないですね。サム、ほいほいほい。りょう、配達しちゃうよ。カイラルノードの観測やホログラムは異常なし。よかった。だがカイラルプリンターが稼働しない。あら、そうだ、せっかくあんたが素材を運んできてくれたのに。すまない、こちらのミスでプリンターのユニットが納品されてなかった。あら、もうプリンターをカイラル通信に接続する装置だ。うん、どうも納品の途中でミュールに持ち去られたようだ。ああ、範囲を絞ることはできたが、ミュールのテリトリーさっき見たところだ。あんたの腕を見込んでお願いだ。マジか。ミュールの収穫地からユニットを回収してくれないか。うん、頑張ります。なるほど。取り戻して、ザなんとか地からカイラル結晶を回収する。ママが建設装置に簡易観測灯を加えてくれた。ありがとう。この建設装置を支給品として追加してある。必要に応じて使ってみてくれ。はーい。よいしょ。え、最適か。これで出勤。お給料ちゃんとくれるんだよね、これ。それがカイラル結晶の回収装置だ。うん、採取した結晶はその装置の中に格納することができる。うんうん、
なるほど。怪談結晶について分かっていることを伝えよう。お願いいたします。怪談結晶は金色をしている。うん。それからまるで人間の生命だのよう。取れなかったやつね、あの前回取ろうとして、うん、取れないってやつね。時雨が降る場所に出現しやすいんだ。へえ。いいか、ん、時雨が降る場所、周囲の小石が浮いている金色の手形、これを手がかりに階段結晶は探せる。うん、分かった。優れた観察力があればどこかで見かけた経験があるだろう。うん、ある。なるほど、了解した。出勤出勤、行くで行くで。あれとあれと。カイラル結晶は小さくて目視では発見が難しい。ま、これじゃない？オドラテクのセンサーを使えば探すことができるぞ。これだよね。もし遠くのカイラル結晶を探したいなら簡易観測塔のセンサーを使えばいい。これと、雨降ってるね。これと、どこだ？なんて言ってたっけ？地図見ろって？人の話聞いてないんですよ。オドラデクのセンサー。あれ近くの。ん？オドラデク、これで。あ、これだ、これ。おぉ。建設物完成しました。ふんふん。これを使う。もういいんだっけね。にゃん、よいしょ、やった。よいしょ、これで帰宅。カイラルティッシュを集めたり。ドド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 ドン。あ、そういえばね、スクスタも、え、キャラクターフィギュア、え、スクスタもね、やってるんだけど、ちゃんと継続しちゃってるんだけど、あのね、なんとね、ちゃんと2個に取れましたよ、イベントのやつ。マキちゃんもね、ガチャでちゃんと引いた。うんうん、2個マキ。カイラル結晶は通常の荷物とは受付が違う。リサイクルを選択するんだ。3D でね、動いてるのかわいい。ん？リサイクルしてくれ。これ？リサイクル。で、これか。決定？ピカピカだ。おお。これで？カイラル結晶をくれるのか？あげる。カイラル濃度の高いところに現れると噂に聞いた。ということはここら辺高いっす。やばいっす。カイラル通信に繋がった影響なんだろうか。すごいな。こんなに採取したのか。そうなんすよ。これだけあれば装備にも研究用にも使えるな。よかった。よかった。褒めてもらえてよ。よっしゃ。施設へカイラル結晶を提供すると、うんうん、その施設のカイラル結晶の保管量が増えるんだ。へえ。配送センターなどの各施設に保管された素材は機材の作成に使える。うんうん。よかった。親密度が上がったようだな。ぽい。親密度が上がっていけば各施設で使える素材の量を増やしてもらえるだろう。なるほどね。やっぱね、人と人とですからね、こう環境、え、関係地づくりというものがあるだよね。うん。ブリッジリンクはどうしたら上がるの？持ってく。何持ってく？わお。
は荷物ケースに吹き付けて使うの。あ、劣化を抑えるみたいな。荷物ケースが傷んできたら試してみて。わかった。武器装備作成のリストにも追加したから必要な時は作成してね。よいしょ。じゃあまたな。待ってな。階段結晶は階段濃度が高いところで多く出現するようだ。それさっき聞いたよ。階段通信の稼働の影響もあるかもしれない。うん。だが周辺地域の階段濃度は想定値の範囲内だから問題ない。あ、よかった。今後も見つけたら採取するといい。君にも有用なはずだ。わかった。ありがとう。君が階段結晶をみんな喋りにくい。リサイクルすることができる。うんうん。その他の素材や不要品も各配送端末で受け付ける。うん、どれも貴重な資源だ。再利用に回したり、あるいはさらなる機材開発に生かしていくこともできる。うんうんうん、ありがとう。よし、ということは次なるミッションは、あー、ミュールのアジトに潜入ですね。死なないように頑張りたい。